はい、今年もやってきました AV 教室テストの時間です。こんなんやってる場合じゃないよ。え、受験生はね、国公立前期試験ばっかだから前期ね、前期試験、前期試験、はい、濁点つけへんで前期ね。もう2回やったんですけど、皆さんは僕が AV 見ながらでも普段の実力というか、まあ、普段以上の実力ですね出せるのは分かったと思うんで、うん、まあ、今回ちょっと対戦形式でやっていこうかなと思いました。ということで本日の対戦ゲストお願いします。おはー、よろしくお願いいたします。お前素人もの素人もの大学生か大丈夫、どなたですか。あ、東大の素人童貞、そうです。じゃあ派手しまった。いやいや、モノマネで有名な、そう、あの河野素人さんですね。お、普通に教室テスト解き合ったら確実に負ける東大生。はいはいはい、何点でしたっけ。98です。うん、84なんで普通の人でやって負けんねん、うん、だけどまあ AV 見ながらだったら出るんちゃうかっていう。どう、自信ある。でも中学生の時やってみたことあるんですよ。経験者経験者な、うん、経済教育多分勝てますでももうちゃうよ、あと練習してきてるからね。今日に精進合わせてトレーニングしてきてるから、はい、まあ、やっていこうかっていう感じやな、はい、ということでまずじゃあその試験形式についてウーマナイザーのタイムさんからオーガナイザーで取り仕切る人にウーマナイザーでおもちゃって思ってるからオーガナイザー大変きてるはい、まずまあこの採用する試験は2022年度の共通テスト数 2P、 はいはいはい、まあまあその傾向としては近年のだいぶ表に出てくるようになったよね、テレビとか YouTube とかアイドル的な存在みたいな。いや、そうね、女優の傾向いらんねん AV 業界の傾向試験の傾向いらんねん。今年はまあ簡単だったらしい。あ、そうなん、生かしたいんや。で、まあ試験時間60分、はい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 、で、まあもうマークする必要ない。まあ毎年 A、2か B は見てんねんけど、なんか用意 してくれました。 AV は何でもええんけど、うん、X ビデオズでも AV ブルでもいい、うん、あと何かあるか。ファンタでもいいよAV バン中村AV 界のバン中村じゃあファンタに、まあ、ファンタにしようか、うんうん、東海に登録してるからねチンチン。はい、じゃあ、パソコン配ります。メガメガメガタイトル読める。俺が読むんですか。巨乳上司と童貞部下が出張先のアイビアホテルでいたずら誘惑をっていう、まあ、俺やるね。なんかまあ、作戦とかはあるか。はい、まあまあ、僕の経験則の話なんですけど、うん、最初の方はやっぱり緩やかに進む、そこでどんだけあの頭使う問題できるか、ひらめきのところですね、そこやって、もうだんだん集中できなくなってくるんで、その辺からは作業の問題解いていく。そんな真剣そんな真剣な分野やったっけ、この学問。で、飛ばせるとこは飛ばすっていう。そうだけど、どうですか。河野素人の名を守れるべく頑張ります。はい、それでは東大生の童貞 VS 京大生の童貞童貞頂上決戦やその前に、AV 京都の子孫 VS 東大の童貞、よーいスタート。流れております、まあ、ようだっけ。実況も変えるよ、ね、実況しようか。まあまあ、AV はまだ序盤って感じかな。そうね、集中できるんですよ、何も気にせずに。そうだけどな、あの有名な鉄力会やからな。鉄力、僕19でしたよ。鉄力の中でそう1000人ぐらい。それはすごいな。で、コバさんはあの野田塾に参ってた。どこやねん中学時代野田塾に。いやね、いや盛り上がっていましたね。俺やったら無理よ、これ見ながら。ちょっと集中できねえそうだ、ちゃんともやれよ、これちゃんと。お前もしっかりとやり合わなさ、動画の構成的にあれあかんから、ちゃんとしっかりやるってな、集中してやれよ。おいっす、言葉攻めちゃんと攻めてるよ。まあ、違うな、漢字が攻めるの方は攻めめっちゃ余裕じゃないこれ。ダイモン1は結構ほんまにイカっすね。イカの匂いがします。イカ臭い。
き終わるまで簡単やったかどうかを、うん、そうそうそう、相田くんずっとにやけてます。あ、そう、嫌やな、童貞すぎる。ちょっと難しいな、これで止まるっていうのは大事なんよな。そう、うん、リセット一回、うん、この時間が大事、ほんまの賢者タイム。確かに賢者タイムできるっていうこれは。そうだけど、どう集中できてる。いや、誘導が入ってこないですね。誘導問題無理っすね。文字も見る無理よね。童貞はまあ誘導される側やけどな。誘導されへんか、まだ。悪いことだもん、黒ひげ。行っちゃうよ、もうここ入ったら難しいんちゃう。例年ここからの平均点グッと下がってます。時間の横軸時間にして縦の点数のねグラフでしたらね、たまってこれあれやわ、確実統計みたいな解けへんからさ、ダイモン4にチェンジで、チェンジ、そう、風俗嬢みたいな言い方せんね。チェンジで、チェンジで、一旦チェンジでお願い。あ、もうさ、もう一回パターンね。また始まりました。今ちょっと AV だけ見てるやつ。時忘れてた、忘れてた。こんな時間ちゃう。ああもう簡単やわ。次の見てるよ。童貞の手が止まった。AV をいかにその受け入れるかが大事やもんな、うん、そのこれを異常やと思ってるから、うん、集中できなくて、普通に試験中でもなんか出来事起こるやん、そのうちの一つやと思って。ああ。解いてないよ、俺が言ってみます。しかしやったこともないよ。努力ない異常のクーロン感。何のクーロンって言った。異常のクーロン。うまいね。今来てるもんな。せん、はい、あと5分です。よし、今このミスに気づいた。最悪や。あ、見逃した。最後 見逃した俺。いや、お前とのドラマ見てるん。それだけなんか全然その気持ちがちゃうくない。俺ら真剣にやってんのね。最後見逃した。まあまあまあ、あと5分頑張るか。見直しよう。佳境に入ってきました、うん、はい、回答やべえ。お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、まあ例年通り淡々とやっただけって感じですね。淡々とやるもんちゃうから。悶々とやる。まあ僕はまあただ経験を生かしただけって感じですね。生かせてよかったです。女の子じゃなくてね、自分で自分を生かした。生かせてよかったです。まあまあ採点、はい、素人にしてもらおうか。チンチン。はい、素人による素人のための素人の採点が終わりました。何素人者の人間。合ってるこれ。なるけど、まあ、素人が素人採点しました。はい、なんか言いたいことある。ないです。で、漁夫。もう何も言うことない。そういうことで。令和4年と AV 共通テスト、東大童貞の点数は91点。すごい。高くない？え、ほんまにお前童貞なん？いや、ないですよ。あ、童貞？あとで童貞マーク確認。そうなんだ。何だこれ。何か。童貞にしてはすごい、95円。童貞世界記録。童貞世界記録。お前、童貞記録樹立したんちゃう？え、高っ！やばいんじゃん。いやちょっと想定多分60、70点ぐらいかなと思ったから。いや、でもできたはできたよ。でも俺も、はいはいはい、負けてへんとは思う。 OK、 うん、それでは
AV 共通テストの始祖コバさん点数94点。はい、超えたね。よし、あー、東大超え。いやー、もう努力してきたから努力の数が違うんだよ。まあ、なんだろう、大会のレベル上がってきてるんですよ。94点出すの勝てへんレベル来てるからね。じゃあ次、来年はじゃあもうちょっと人増やして。確かにね、もう会場くらい借りて前のプロジェクターに AV 流すっていう。また来年、AV 協定のブレイキングダウンでお会いしましょう。